菊池教授の楽器。例は、東海ラジオ放送で2016年4月1日から放送されているワイド番組。2016年4月の改編で、これまで月曜から金曜の昼のワイド番組として放送されていた、宮地有紀生の聞いてみやちが月木曜までの放送となり、金曜の放送枠をタレント、菊池教授をパーソナリティに迎え、この番組がスタートした。 東海三県内の話題やリスナーからの身近な疑問に答えるコーナーやリスナーからのリクエストによる懐かしの一曲を紹介するコーナーなどで構成される。なお番組タイトルの楽器とはラッキーを楽と気に引っ掛けた造語。菊地はズームイン朝の初代中京テレビ担当レポーターで知られ、ズームイン交番後も中京テレビの番組に 長らく出演しているが、以前は東海ラジオでもレギュラー番組を持っていた。しかし、同年6月30日に、聞いてみやちがパーソナリティ、宮う有せいの番組中の不祥事で打ち切り。8月1日から、日替わりパーソナリティによる、ワイド番組、ファインデーズが新たに開始されると、独立した番組として放送されてきた本番組は、ファインデーズの金曜版として組み込まれ、 菊池も、ファインデーズの金曜担当パーソナリティに変更された。2017年9月で、ファインデーズの放送が終了すると、小島和弘一週間のゴブサタデーの後、番組として、再び独立した番組として放送。また、毎週、本社9階の大会議室からの公開性放送を行っていた。2018年4月改編で、 放送時間が9時11時の120分の放送枠に短縮され、大会議室での公開性放送も終了した。大体として、応募で当選したリスナーによるスタジオ見学が同番組で行われていた。2020年秋改編で放送開始からアシスタントを務めていた青山のり子からし、野瀬ひとみに交代し、くしくも中京テレビに縁の深いコンビとなった。 出展、東海ラジオタイムテーブル及び番組、コーナー紹介いずれも、公開性放送当時は毎週放送されていた。出展、ありがとうございます。